焼きレンガで根元を囲み、三尺足らずの木切れを立て、割れた竹筒が花もなく寄りかかっている。 AB 広告車、 CD スクーター紹介、それにすごい看板の広島平和都市建設株式会社、立ち並んだ天ぷら建築の裏が緑に塗った魔灰テニスコートに通じる道の角、積み捨てられた瓦とセメントくず、学校の倒れた門柱が半ばうずもれ、雨が降れば泥沼となるその辺り、もう使えそうもない市営バラック住宅から赤ん坊の泣き声が絶えぬその角に、何を甘え何をねだることもなく、黙って黙って立っている。いくら呼んでもいくら泣いても、お父ちゃんもお母ちゃんも来てはくれなかっただろう。飛びすがる手を振りもぎって、よそのおじちゃんは逃げていっただろう。おいおい下敷きの熱い熱い風の、暗い暗い息のできぬところ、ああ一体どんな悪い奴がおっしゃというのだ。柔らかい手が小さな首が、石や鉄や古い材木の下で白く汚い、何たやすくつぶれたことか。山の陰で目をおまんじゅうのように、焼かれた友達の列がおろおろしゃがみ走って、体験の響きに繰り返されたんだけど、どんな時にも君たちに答えるものはなく、触れてゆく水槽のそばへ、石の方を指さした時も、リンゴも匂わない、飴玉もしゃぶれない、遠いところへ行ってしまった君たち、欲しがりません勝つまではと言わせたのは一体誰だったのだ。黙って立っている君たちのその不思議そうな瞳に、兄さんや父さんがしがみつかされていた野蜂が赤さびて転がり、クローバーのくぼみで外国の兵隊と女の人が寝そべっているのが見える。この道の角、向こうの原っぱに高く新しい塀を巡らした高知城の方へ、戦争は住まいと言ったからだという人たちが今日もつながれてゆく。この道の角、本当になんと不思議なこと、君たちのウサギのような耳にそぎ屋根の軒から雑音混じりのラジオが
どこに何百トンの爆弾を落としたとか、原爆製造の予算が何億ドルに増やされたとか、増援軍が朝鮮に上陸するとか、とくとくとニュースが流すのを聞こえ、青臭い鉄道草の根から錆びた釘さえ拾われ変われ、ああ君たちは片付けられ忘れられる。かろうじて残された一本の標柱もやがて土木会社の拡張工事の土砂に埋まり、その小さな手や首の骨を埋めた場所は何かの下になって永久にわからなくなる。母親の乳房にしゃぶりついて生き残ったあの日の子供ももう6つ。君たちの友達ももう黒々と日に焼けて大人に負けぬ腕っぷしを持った。朝鮮のお友達は炎天の広島駅で戦争にさせないための署名を集め、日本の子供たちは靴磨きの道具を捨て本当のことを書いた新聞を売る。君たちよ、もういい、黙っているのはいい。戦争を起こそうとする大人たちと世界中で戦うために、そのつぶらな瞳を輝かせ、その澄み通る声でわーっと叫んで飛び出してこい。そしてその誰の胸も抱きつかれる腕を広め、誰の心へも正しい涙を呼び返す頬を押し付け、僕たちは広島の子だと、みんなの体へ飛びついてこい。